自分から話しかけることが苦手で、友達は少なかったです。基本的に自己肯定感が低く、やりたいことや興味があることに対して、私には無理だと諦めることが多かったです。私がミスコンに通るはずがないと思っていたから、変に気負わず挑戦できました。自分で言葉を作るという経験が私には足りませんでした。そこで SNS やライブ配信など、自分の言葉を発信する機会を増やして成長したいと考えました。声が低い、コミュニケーション能力がない、コンプレックスは山ほどあります。そんな私でも人前に立って頑張っています。それを見て自分も何か挑戦してみようと思ってくれる人がいたら嬉しいです。自分で言葉を作って伝えること、相手を楽しませることがミスコン前よりできるようになっていたいです。